炭治郎くんって本当にかっこいいよね。いつもすっごく優しいし、いつもすっごく頼りになりますし、私炭治郎くんのこと大好き。あら、それなら私だって炭治郎さんのこと大大大好きですわ。え、それなら私は大大大大大好き。それなら私は大大大大大大好き。それなら私は大大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 好き。それなら私は大大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 大好き。え、何よ。やりますの。炭治郎くんのこと好きなのは私の方なんだから。私の方ですわよ。ちょっとちょっと。二人とも僕のことで喧嘩しないで。炭治郎くん。もし僕のことをどちらが好きか決めてくれるなら、僕の塗り絵対決で勝負だ。炭治郎くんの塗り絵対決？つまり、炭治郎くんの塗り絵を上手に塗れた方が勝ちっていうこと？そう。まあ、それは素敵ですわね。じゃあ早速、私から炭治郎くんの塗り絵、塗り塗りしちゃおっと。じゃあ炭治郎くんの塗り絵、塗り塗りしていくよ。炭治郎くんの髪の毛ってどんな色だったっけ？私と同じピンクにしたらどうかな。ピンクにしたらかっこいいんじゃないかな。ピンクで塗り塗り。わあ、素敵。さっきを赤にしちゃおう。あ、なんか赤が変なになっちゃう。こんな感じで塗って、それからお顔の色も塗り塗り。眉毛の色もピンクにしてみようかな。しようかな。やっぱり私と同じお揃いのピンクがいいよね。お洋服もピンクで塗っちゃおう。炭治郎くんキュアグレースか。塗りつぶしで、かわいい。この辺もピンクでいろいろ塗っちゃって、感じだね。そして色をもうちょっと調整してみようかな。薄めのピンクで塗ってみようかな。あ、かわいい。なんかねずこちゃんのお洋服みたい。すごいかわいい。
うしようかな。やっぱでも黒はかっこいいよね。鬼殺隊のお洋服も黒かっこいいから黒にしようか。うん、いいね。ボタンは黄色なんてどうかな。うん、素敵素敵。首元も黄色にしよう。おお、おしゃれー。なかなかいいね。あ、髪の毛濡れてないところ発見。この部分をぬりぬり。耳も濡れてないのでぬりぬりしていくよ。お手々も塗って、お洋服のこの辺りも塗ってないってこと。うん、こんな感じでいいかな。お耳もうちょっと塗ってみよう。黒、黒でペンで、やっぱり塗りつぶした方がいいかな。のりも調整して、うん、いいんじゃない。アクセサリー塗ってないや。これはここが赤で緑みたいな感じだったと思うんだけど、どうしようかな。これもその通りの方がいいか。あ、緑じゃなくてグレーだったかな。今回は緑で塗っちゃおうっと。うん、とっても可愛い。こんな感じで出来上がり。あら、キュアグレース、なかなか可愛い炭治郎くんになりましたわね。よし、次は私の番ですわ。私も記憶をたどりながら炭治郎くんをぬりぬりしていきますわ。確か炭治郎くんの髪の毛は茶色っぽいような黒っぽいような感じだったと思いますね。うん、素敵ですわ。いいですわね。眉毛はもうちょっと茶色にしたいですよね。こんな感じでしょうか。あ、ペンにした方が良さそうですよね。うん、なんだかかっこいいですわ。お目目も黒でぬりぬりしましょう。塗りつぶしてできるんでしょうかね。できたんですわ。うん、素敵ですわ。やっぱ炭治郎くんってかっこいいですわ。お顔の色もぬりぬりして、座の色はちょっと赤っぽいんですよね。こんな感じ？こんな感じでしょうかね。いい色ですわ。次はお洋服。炭治郎くんのお洋服といえば緑と黒ですわよね。どこの
の部分が黒かはちょっと細かく覚えてないので、ランダムに塗っていきますね。感じでしょうかね。なかなかいいですわ。次は緑ですわ。炭治郎くんの緑はもっと深い緑ですわ。うん、この緑ですわ。あ、いい色ですわ。炭治郎くんっぽくなってきましたわ。素敵ですわね。あとはお洋服ですわ。お洋服は黒、もうちょっと違う黒だったかな。本当にちょっと記憶をたどりたどりなので、あ、前のになっちゃった。しょうがないですわ。うん、こんな感じの色ですわね。首元がこんな感じだったかな。耳と首も塗りますわ。うん、素敵ですわ。ここの色がちょっと思い出せませんね。多分なんかグレーだった気がするんですけど、やっぱ色が出ませんね。そうそうそう、こんな色だった気がするんですけど、どうだったでしょう。記憶違いだったら申し訳ございませんわ。手で塗り忘れてましたわ。お手でも塗り塗りして、うん、炭治郎くん完成ですわ。私は炭治郎くんをこんな風に塗ってみましたわ。どうでしょうか。よく塗れてますでしょうか。私炭治郎くん塗るのとっても楽しかったですわ。私の塗り絵上手だなと思ってくれた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいですわ。ああ、皆さんグッドをありがとうございます。上手に塗れたと思っていただいて嬉しいです。皆さんも炭治郎くんのこと大好きなんですね。大好きな炭治郎くんのことみんなで一緒に応援しましょうね。それじゃあ今日はこの辺で、じゃあね、バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。サブウェブの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリ。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん、おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチするとアソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。